高所得者のの方方、ににととってては増税税ななりりまますすが子育世世帯、一人親世帯親減税になりますねこんにちは、長井です。自民党がごたごた続きですが、ようやく昨の14日、令和6年度の税制改正大綱が決定されました。まあ、今回は超速報ということで、なるべく多くの項目をかいつまんで説明すると、そういった内容の動画となっております。とりあえずサクッと、どんな項目が税制改正されるか。 知りたいよという方、今回の動画を最後まで見ていただければ、重要な部分については把握できますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。私、長井が取り上げた項目はこちらですね。おそらくこの動画の視聴者、これらの項目を知っていれば十分かと思います。まあ、細かい解正はもっといっぱいあるんですけども、まあ、今回の内容を含め、もうちょっと掘り下げた内容ですとか、これら以外の項目の詳細については、また別途動画を撮っていきたいと思います。気になるという方は、 ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。まず、個人に対する税制改正対抗ですね。話題になっていた4万円の減税ですね。所得税から3万円、住民税から1万円、控除してあげましょうということ。詳細が明らかになりました。まあ、所得税については、本人、同一生計配偶者、扶養親族1人当たり3万円。住民税については、本人、控除対象配偶者、扶養親族1人当たり1万円ということになっております。具体的には、来年の6月1日以降、 初めて支給される給与から控除される。厳選所得税。その厳選所得税から3万円を控除しましょうということですね。で、もちろん、年間の税額を減らさないと、年末調整でその分戻さないといけないということになってしまうので、年末調整時において、年間の税額から当然3万円を減らすということになっていると。そういった流れですね。まあこれ結構実務、大変そうですね。まあしっかりとチェックしないと間違えてしまうと。 ということになるかもしれません。そして住民税については、6月の給与については、給与所得者ですね、特別徴収は行わず、その特別控除額1万円を控除した後の金額の11分の1ずつを、令和6年7月から11ヶ月にわたって特別徴収をすると、そういったちょっと特殊な計算を行うことになります。じゃ個人事業主の方はどうするかということなんですけども、個人事業主の方は、第一期の予定納税の金額から減額されることになるということですね。 で、住民税、特別徴収ではなくて、普通徴収の方に関しては、同じく第1期のですね、納付から1万円を減額するということになっております。まあ、ただし、給与収入2000万円超の人ですね。まあ、合計所得金額にすると、給与所得控除195万円を差し引いて、1805万円超の方ですね。その方は、この定額減税、対象外ですよということになっております。 続いて、不要控除の縮小ということで、16歳から18歳のお子さんを持つ方で,ですね、所得税については38万円の控除から25万円に引き下げられます。そして住民税については33万円から12万円に引き下げられますということで、増税じゃないかというふうに思われるんですけども、ただし、児童手当については支給対象が18歳の高校生までに拡大されるということになるんですね。まあ、さらに、所得制限も撤廃されますよということで、結果として、 この部分に関しては手取りが増える計算となります。よって一方的な増税ではないので、その点はちゃんと理解していただければと思います。続いて、生命保険料の拡充ですね。23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯については、新生命保険料の一般枠4万円に2万円が上乗せされますということになっているんですね。ただし、3つの制度ですね。一般、介護医療保険、個人年金保険の合計、 12万円の上限、それは引き上げることはありませんよと、12万円のままですよということですね。まあ、つまり、トータルの生命保険料控除の限度額は変わらないですよと、一般部分のみ対象者については引き上げられますよということになっております。そして、一人親を手厚く保護しようということで、一人親控除の合計所得の要件、これ従来500万円だったんですけども、1000万円までに引き上げるということですね。よって、多くの一人親、この一人親控除の対象になると。 ということですねで具体的には、一人屋工場の引き上げ額ですけども、所得税が35万円だったのが38万円。住民税については30万円が33万円になるということですね。まあ、引き上げ額としては小幅なんですけども、まあ、この部分に関しては確実に減税になるということは言えるかと思います。それから、住宅ローン工場についてですねで。これは対象が全員ではなくて、子育て世帯、若者夫婦世帯なんですね。そういった方たちが減税になる可能性があるということですね。 具体的には40歳未満で配偶者を有する人。それと40歳以上で40歳未満の配偶者を有する人。または19歳未満の扶養親族を有する人。まあそういった方が対象となるんですけども、そういった方が認定住宅等の新築などを行って、令和6年中に居住を開始した場合は、従来定められた借入限度額ですね。まあいくらまで住宅ローン控除が認められるかという、その借入の限度額。 それが引き上げられますよということになっております。具体的には認定住宅で500万円、絶置水準省エネ住宅で1000万円、省エネ基準適合住宅で1000万円、借入れ限度額ですね、住宅ローン控除が適用できる借入れ金の上限額、それが引き上げられることになります。そしてこれは所得の高い個人事業主の方などがマイナスの影響を受けてしまうんですけども、国民健康保険税の引き上げということですね。 現在は基礎付加分65万円、後期高齢者支援金等付加分、それが22万円、介護給付金付加分、それが17万円、合計104万円と、それが上限になっているんですけども、そのうち後期高齢者支援金等付加分、これが24万円に引き上げられるということで、合計で106万円になりますよと、上限額がですね。まあ、上限額にすでにいっているという方は、保険料が増額になってしまうということですね。そして今回、政府が強調している改正でもある賃上げ税制の改正ですね。 ただこれは一方的に引き上げるというわけではないんですね。実は基本的には向上率を引き下げてしまうということですね。今までよりも不利になってしまうということなんですね。まあただし教育訓練費、それから厚労省の認定制度であるクルミン、エルボシの認定を受けているような企業については上乗せ措置を用意して向上率を引き上げてあげるようにすると。そういったメリハリがある 賃上げ税制の改正とということになるんですね、まあ、ちなみにクルミンというのは子育て支援などに積極的に取り組んでいると。そういった企業が申請することによって認定を受けられるものであり、エルボシについては女性の活躍推進を進めている企業、まあ。そういった企業が申請をして認定を受けるものということになっているんですね。 賃上げ税制については基本的には引き下がりますよと。ところが上乗せ措置がしっかり用意されていて、そういった企業に関しては、控除率が引き上がることになりますよということなんですね。一方で、中小企業に関しては基本的な控除率の引き下げというのはありません。据え置きということになっております。まあ、中小企業は優遇されているということですね。で、ここが中小企業にとって大きな改正になるんですけども、賃上げ税制、基本的にはその年の法人税から控除されるんですね。 よって赤字企業に関しては恩恵を受けられないんですけども、当期の法人税から控除できない場合はですね、5年間それを繰り越すことができて、5年間の繰り越し控除を認めるということになってるんですね。よって5年以内に法人税が発生すれば、そこから減税できますよということになってるんですね。まあ、これ結構大きな改正ですよね。まあ、ただ、この繰り越し控除、要件がありまして、当期の給与の総支給額が前期の給与の総支給額、それを超えることと、 ということが条件なんですね。あつまり、賃上げを継続的に行っている中小企業にそういった恩恵を与えましょうということになっているんですね。続いて、これは法人ですね。交際費から除外される接待飲食費の範囲。今まで5000円だったんですけども、それが倍の1万円に引き上げられるということですね。まあ、これも結構大きな改正かもしれません。まあ、交際費が多額に発生しているような企業に関しては、減税になる可能性もあるということですね。 でこれは令和6年4月1日以降支出する交際費から適用ということになります。でこれ個人事業主は関係ないですからね。法人の規定となっております。まあ、個人事業主は5000円という基準はありません。でこれよくある質問。税込み5000円1万円なんですか税抜き5000円1万円なんですかということなんですけども、各事業者の経理方法によります。税込み経理を採用している事業者であれば、税込み5000円以下か1万円以下かということになるんですね。 で、税抜き経理を採用している事業者については、税抜きで5000円以下か1万円以下かということですね。で、免税事業者に関しては、税込み経理しか採用できないので、免税事業者の方は全て税込み額が基準ということになります。そしてこちらも法人ですね。暗号資産の期末評価ということで、法人で暗号資産を保有していて、 その暗号資産、活発な市場があった場合は、自家評価をしないといけないということですね。つまり、含み益があればそれに課税されてしまうということだったんですけども、上渡制限があって、暗号資産交換業者にその制限を通知していると。そういった要件を満たす場合は、自家評価せずに、減価評価。つまり、取得価格のままを据え置いてもいいですよということですね。これによって、含み益への課税が回避されるということになっております。 そして、ストックオプション税制の改正ですね。税制適格のストックオプションについては、そのストックオプションの年間の講師限度額、これが1200万だったんですけども、設立5年未満の株式会社の講師限度額については、1200万円から2400万円に2倍になりますよと、引き上げられますよということですね。さらに、設立5年以上、20年未満の株式会社、 まあ上場してから5年以上の会社を除くんですけども、その公私限度額は1200万円から3倍の3600万円に引き上げられるということですね。よりストックオプションを利用しやすくなるということなんですね。そして外形標準課税。これは一定の企業にとっては増税になってしまいます。で基本的には資本金1億円超というですね、外形標準課税が適用される企業の要件。これは維持されるんですけども、例えば現実でですね、1億円以下と、 なった場合ですね。その場合でも、電気に外形標準課税適用されていて、本期の資本金と資本上余金が10億円超であれば、外形標準課税が継続されるということになっております。まあ、今までは、資本金1億円以下にすれば回避できていたんですけども、必ずしも回避はできなくなりますよということですね。まあ、このあたり、資本戦略を今後きちんと考える必要が出てくるということですね。まあ、以上ですね。浅く広く解説してきましたけど、いかがでしたでしょうか この部分についてもっと深く解説してよとか、あの部分はどうなってるんですかとか、そういったご要望がありましたらぜひコメント欄に記載していただければと思います。いつも高評価やコメントありがとうございます。今後もこのチャンネルでは税金に関するお役立ち情報などをどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。